見つかったってことだね。見つかってしまいました。あれ参加者の一人のようにロープが向こうまで伸びて、地元の人も入らない。さあ今回は行方不明者の捜索で樹海に突入していきたいと思います。富岳風穴からこちら団地エリアを右に見ながら氷穴へと向かっていっています。私は今回地元での参加で、これまでずっと一人でしか行動できなかったコロナ禍だったからですね、父母が高齢者で、そして、私自身病気にはなれないということで、ずっと一人行動で、その分狭かった。で、今コロナもだんだん収まって、この複数での樹海散策ということで行動範囲が広がりましたので、今回いろいろ深いところまでお届けできたらなって、そして私自身は個人的に行方不明者の捜索も一つでも手がかりがあればいいなと思います。この3年間樹海放送でも私のこのチャンネルにもたくさんの依頼がありましたし、そしてお家にも写真を持って来られたご家族の方もいらっしゃいました。ただずっとそこに力を私は注げなかった。それがすごく悔いであったんですけども。ちょっと過ぎたことはね、一旦は置いておきまして、これからは、一つでも樹海に行くこと、やっていきたいなって思います。立ち入り禁止がなくなりましたね。なくなりましたね。もうこういった散策、はい、私はその行方不明者の方も今日何か手がかりあったらなって思いながら歩きたいんですけども、はいはい、このグループっていう、もう何度もこれで、この形で。そうですね。これはここの会はもう2年近くやってるかな。メンバーも結構流動で、新しく今日みたいに加わったりだとか、来なくなったりとかもしてますけど、僕が月1ぐらいで行ってるのに、同行したいという人が集まってるって感じですね。一応外れております。100っていうのは100メートル。南東の、分かりました。笛が試し鳴らしだね。試し鳴らしのようですね。たまにこう樹海で遭難で音が出ることもあるんですけども、今の笛は試し鳴らしというとこですね。私もあまり外れたこともないので、もうハリさんにお任せして、はい、行きますね。何メートルくらい？200メートルぐらいです。200メートル、じゃあ随分と。だいたい樹海の中の道外れると、100メートル10分ぐらいで換算して歩くんで、20分ぐらいですかね。ここから、じゃあ、20分くらいの場所ということですね。もう、至るとこに足がズボッと入りますので、これがなかなか歩きづらい。やっぱりこう複数人で歩くので安心感はありますね。ハリさん、樹海はいつぶりですか？先月ですね。先月の、あれいつだったっけ？5月の17日かね。大体続いてくらいです。あ、そっか。そうです。マキさん、この前は来れなかったんだよね。スイッチのネタ見れなかったんだよね。結構縦に広がってます。多分後ろにも歩ける人がついてるから、スイッチパトンもう装備が
参加者の方の装備がすごいですよね。あれなんですよね、あの樹海やってるとどっちかになるんですよ。あのめちゃめちゃ増えてきた、あの逆に減ってってどんどん最終的にあの水ぐらいしか持たなくなるか。水だけ。あ、もう結構なんかこう。そうそう、この辺りはね、全然人が入ってないので、ね、結構ありますね。はぁ、うん。中がなかなかかっこいいね。あ、ほんとだ。さっき向こうに手袋ありました ね、 ありましたね。ゴム手袋ありましたね。すいません。こちら、同一人物のものか。あ、もういますこれ、別ですか。あ、異物の可能性はありますよね。なかなかちょっと、また焦げ入ってるからいいね、無駄だったわ。別に死んでる人と限らないので安心してとっていい。何が安心したか中身入り、中身入り、中身は多分ないでしょう。やっぱ一歩外れるとすごい落ちてますね。びっくりしました。この辺りは特にあんまり水が入ってないから、穴場は穴場なんですよ。ただ、発見も結構多いところですね。あ、氷結から来るので、飛びやすいですよね、多分ね。範囲としては、X ゾーンのこの反対で団地に含まれるっていうイメージでいいんですかね。そうですね。それを言うと、あのいわゆる、あの、貨物地図のとか、あの、完全にマニュアルの、の中で書かれている、グループ分けの中ではないですね。ああ、じゃあ範囲外のような。範囲外ですね。まあ、その分、じゃあ穴場的な存在なんですね。すね、最近、X ゾーンに行くとき、氷結を経由していくコースを取るようになって、ここの廃道をよく通るようになったんですけど、こうやってみたら、その廃道周り自体が結構それなりに。いろいろ落ちているということが分かって、じゃあ手つかずなんですね。そうですね。結構緊張感あります。正直このペースはすごい。皆さんやっぱ経験があるので早いですね。すごいですね。前がもう見えなくなってた。皆さんあの装備もあと経験も結構あるので、すごいなんかスイスイ行っちゃいますねこれ。より確認しながら、もう360度まるで海のようなそんな存在が樹海なので、気を緩めると同じ景色で、まあ、あ、大丈夫ですか。ズボッと、あ、アップダウンもあるし、やっぱあの潜る回数が多いので、あのすごいあのどんどん軽快な感じですね。あ、なんか落ちてますねこれ。そうです、さっきに蓋があったから弁当のゴムかなみたいな。ここでじゃあ食べて、何連絡来た、聞こえますかね、左手見て、あれ七段さんってもう先行ったてない、なんか来てる？あ、はい。なんか左の方で見てみたいな。左に。見えてる？見えてる。左、巻き左見る感じで。あ、確かにちょっと南行き過ぎたな。はい。こうだね。樹海はもうデコボコなので。そしておそらくだけど、見えてないですね。もう、ね、見つかったってことだね。見つかったってことだね。
見つかってしまいました。そうね、少し、北側だね、東北東ぐらいですね。まあ、ちょっと向かいながら探して、まあ、もう一グループの方が見つけてしまったということで、そこに合流します。南南東に向かっていたんですが、ちょっと胸がちょっと苦しくなりますね。もう今の段階でも、見つかってしまいましたので、これからこれからじゃあ通報をしたいと思います。なんか形がちょっと感じやすいとこもあるので、すごいなんか苦しい感覚あります。このそこの向こうに今見つかったということですね。あそこにもこれは、その方が飲んで少し時間を置いたんでしょうかね。もう見えるという声が遠くで聞こえます。それぞれの判断で、距離は自己判断で近づいていっているんですね。私も行けるところまで近くに入っていこうと思います。ありましたね。まるで参加者の一人のようにそこに存在してます。黒色の、かなり時間も経過して発掘してますね。上によく行く。本当上に投げてかけた。ここに、うん、残されています。時間かかるかもしれない。何に使ったんでしょうかね。ロープを、そしてその場所を自ら作ったんでしょうか。ロープが向こうまで伸びて、ここまで迷いがあったんでしょうかね。アコースの多分俺の父の子上位の人だと思う。こちらじゃあ今夕日が見つかったということで、そうですね、結構若い人っぽいですね。スマホとかは、バイオハザードのモデルのジッポですね、これね。ちょっと目指してコインポータ使ってますね。写真でも
もあるけど、でこういう人って基本、あ、お札あるね。あ、こういう人って基本的に身分証明になるようなものは持ってないことが多いです。だいたい捨ててたりだとか、そのどっかで処分してきたりだとか、うん、いう感じなんで。ただスマホあるから身元わかるかもしれないですね、これだったら。あ、こちらもその方ですか。あ、これはこれです。ああ、これはあの向こうがその方の。いや、あれはあれもまた違う。これ多分ここだけですね。ここだけなんですね。あのちょっとあの現場で足元のところで、はい、ちょっとお聞きしたいことありまして、はい、あのロープが結構長くこう続いていて、そうですね、はい、持ってきて自分でやったんでしょうね。あの、うん、なんとか。こういう人って基本的に結構みんなあの神経質なんで、神経質なんで、ロープもちゃんと適当な結び方しないし、うん、上の方あそこすごい綺麗に結んであるんですよね、うん、すごい高いとこ、これ登ったんですかね。こう通して結んで引っ張ったのかな。あ、すごい几帳面な。そうですね。でちゃんとやって、でロープもかなり多めに持ってきてて、で、うん、踏み台使ってんの、なんかちょっと結んでる位置が低い気がするな。折れたか、なんかもっと実は上にあったのが落ちてきちゃったか、うん、台までもしっかり持ってきて。そうですね、やってますね。ちょっと疑問なのが、この刃物は何のためにあったんでしょうかね。あ、ロープを切ったりとかにするのを使ったんじゃないですかね。なるほど。これ多分その余りだと思うんで。あ、すごい頑丈な。あ、ここ切ってますね。履歴からしてやっぱり去年の秋口、うん、あ、ひれ節いますね。去年の秋からですね。わかりました。萩さん、これ同一人物ですか。じゃないと思いますね。明らかにこっちの方が古いです。あ、ただ、まあ、未使用っぽいな。あの使用済みだとここがすごい汚れるんで、それはないので、この綺麗さだと、まあ未使用っぽいですね。だからいたずらかためらい、さっき言ったようにロープ張るとこまで頑張ったけど、これ結構頑張って張ってますもんね、ちゃんと結び方も。で同一人物ならまた同じとこに来た可能性一つと、うん、あともし違う方なら同じような場所に寄せられて。そうですね、それはあります。あの、うん、やっぱり歩きやすいとこだとか、歩いてどれくらいの距離のところとかっていうのがあるんで、発見場所は偏ることはすごくあります、うん、あの近くにすぐ前に発見した場所があるだとか、あの以前発見したの近くのところにあるとか、それとか、まあ、そこを目指して歩いていったら他のやつを見つけてしまうみたいなことは結構あるので、その可能性はありますね。わかりました。見つけるたびに思いますけど、なんでこうなったのかとか、ここにどういう思いで来たのかとか、うん、思うとかありますね。まあ死にたくなるで衝動的に死ぬっていうのはあるとは思うんですけども、樹海に来る人って結構こうやって準備をしてしっかりあの強い意志を持ってここまで来て死ぬわけじゃないですか。そうするとその間に何度も、あの引き返すタイミングっていうのはあったと思いますし、そこで引き返してきた人たちが、まあ、今生きてる人たちだと思うんですけども、ここまで来てここまでするっていうね、あのところにたどり着くこの思いだとか、どういう経緯だったのかっていうところはすごい気になるんで、ただ僕は、まあ、死体そのものというよりは遺留品であるだとか、その人の人なりが分かるものを見てそれを想像したりとか、その死者の気持ちを考えるだとかっていうところを樹海探索では重視してます。